おばんです。ティモンさんです。久々におばんですって言った気がする。なかなかね、言わないですからね。イメージでね、おばんですって言ってるイメージがあるって言われるけど、あんまり言ってないからね、おばんですって。なんか来たーと一緒だよ。小田裕二の来たーと一緒。あんま言ってないけど、なんかそう言われてるみたいな。そういった風評被害を受けております。どうも、ティモンさんです。こんにちは。じゃあ、3回戦も突破して、3回戦か。今日は3回戦。みんなで力を合わせて頑張りたいと思います。おう、うち君に決めた。さあ、向こうはどんなやつだろうか。ちょっと名字的にはちょっと強そうなんだよな。名字はちょっと強そう。さあ、今日は藤村が不調と。じゃあ、石田行こうか。うん。石田はね、悪くないんだよ。石田は悪くないんだ。ただ、投げる機会が少ないっていうだけで。だからこういう時にいいよね。この3人エースじゃない体制。なんか、全員が全員同じような能力だから、もし負けても、なんかまあ仕方ねえかなと思っちゃうっていう。だから絶好調と不調だったら全然差があるからね。スタミナコントロールって多分10ぐらい差あるから。そう考えるとなんか、これでいいのかなと思う時もあります。さあ、総合戦力 C と。なかなかに強そうな気もする。春日部中央か。春日部もなかなかいかないですね。ゾウさん。ゾウさん、俺は人気者は、あの歌好き。パワフル、パワフル、パワフル全開、なあ、ミサエっていう。あれ、なんかあれいいよね。カモンベイビー、カモンベイビー、玉ねぎ食べれるっていう、どうでも、なんだこの歌詞っていうのね。あれを真剣にやってるのがね、かっこいいよね。さあ、2点取りました。向こうも150キロ超えの左腕ですけども。我々もね、やっぱり、春選抜に2回ほど出てますから。2回ほど出ている強豪校ですからね、負けられませんわな。さあ、なかなか、点を取ってますな。誰が何点取ってるのか分かんないですけど。向こうも150キロ投げ超えの3番ですからね。大注目だろうね、プロね。さあ、プロ注目をことごとく打ち崩していく。もうプロ注目なんぞ知らんと。もう我々は今勢いがあるからな。勢いだけで戦ってます。実力じゃない、勢いだ。野球というのは勢いだ。マイクラはフィジカルだみたいなね。こういう他人のネタさえもパン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 入れてきて。よし、点取ったぞい。さらに続くぞい。総力 D で、向こうのキャッチャー川崎郡司くん。川崎郡司作品。B か。微妙だな。一回ちょっと挑戦してみるか。いけたいけた。よし。川崎郡司って AV 監督だよね。多分そうな気がする。ちょっと今調べよう。川崎郡司作品。川崎、郡司と。うん、やっぱり AV 監督だ。よかった。俺の知識間違ってなかった。なぜこんな屈折した知識を持ってるのか分かんないけど。さあ、ここで行ってほしいね。ああ、でも向こうもやっぱり注目されてるだけあって、やっぱ強い球を、力強い球を放る。キャッチャー川崎郡司に向かって、放る放る。川崎郡司作品か。岩井俊二みたいな。まあ、似て非なる全くの別物だけど。川崎郡司と岩井俊二はね、別物ですからね。片やちょっとおしゃれな映画を撮る監督、片や AV 監督、まあ、どっちを支持するかはあなた次第。あなた次第で思い出したけどね、シリにさ質問するって都市伝説あるよね。あれちょっと怖いよね。テレビの前でビクビク震えますよ、あんなこと言われたら。俺ゾルタックスゼイヤみたいな、そういうのをね、シリで言ったらね、なんかこう、なんかね、今は知らなくていいみたいなこと言われるんですよ。何を貴様っつってね、シリと喧嘩して、取っ組み合いになってね、まあ、最終的にまあ、殴り合いにまで発展して、シリと。まあ、負けたんですけど、シリにね、ボコボコにされましたわ。俺、シリ使ったことないんだ、実は。うわっしゃい、シリを使ったことないですよ。アンドロイドですからね。ソニーの。
ソニーのね、ちょっと今、はい、じゃあ、はい、じゃあティモンさんのドキドキ、今使ってるスマートフォンの型番を発表するコーナー。ふー、エクスペリア、ソニー SO 丸 3F。 ふーを使ってます。2年前の夏モデルかなですね。なんかウォークマンと連動してるみたいなやつでした。いまだに1曲も入れてません。そろそろ入れようかなと思ったんですけど、なかなか入れよう、なんかね、そう、俺 X アプリ使ってんだけど、 X アプリじゃなんか入れれないらしくてね、なんかどうもね、不便な世の中ですわ。言いたいことも言えないこの世の中じゃポイズン。じゃあこれは1点入ったろ。 OK、 いいね。さあ8点、なかなか打ってるね。150キロ超え3万。ここで相手の能力見てみるかい。ああすごい、150キロ超え3万、これいいね。カットボール、スラーブ、こういう能力値の、あ、エースなんだね。なるほど、ごめんよ、全力で叩きのめしたい。石田が副島に似てる。セーフセーフ、アウト。なんぜ職人。じゃあ石田さんちの大家族、四男石田。うん、まあまあまあ賢いっちゃ賞いね。でこれでゲッツー取るわけだ。まあ最悪石田もうこれ抑えれなくてもいいから。ゲッツーセーフ。まあこれ抑えられなくてもね全然構わないから。もう後にはまだ3人ほどピッチャーいるからね。うわー、抜けたかい。点はねやっぱ取られてるね。点は取られてる、取ってるけど取られてる。石田6回までにしとくかい。もう限界だろ。石田君、もう君は限界のやつだ。今の誰だったんだろうな。長澤くんみたいな、長澤くんと藤木くんみたいな、そんな感じであったけど、おそらくそれとは全く違うだろうし。さあ向こう疲れてるぜ、今だぜ、いいぜ。さあピッチャー勝った。この小西っていうのは三球種ピッチャーっぽいな。まあできればね、ここでまた節操のない打撃をしてもらえればもう一ちょい点が入るのかなと思いますけども、進塁だね。賢い。さあここで4番ですよ、強心臓。ここでもう3点取ろう。ホームランだ、ズバリホームランでしょう。なんか丸尾君みたいなやつも。そんな中で3点、ちゃんと3点取れるのはでかい。ズバリスリーランホームランでしょう。やったね、おかわり。さあバカ試合みたいになってるな。まあバカ試合でっていうほど点は取られてないか。平山もそろそろホームランとかね打ってほしいね。うーん、なるほど。岩井俊二作品くらいの彩りはなく、川崎郡司作品くらいのエロさはなく、開始1年でよいしょ。バカみたいに点取ってるね、バカ試合で本当に。代打俺。よし、つぶらな瞳の、いけ熊谷。熊谷って人もいるし、熊谷って人もいるよね。さあちゃんとフォアボールを選ぶ、つぶらな瞳で。くせ者、引っ張れ。意外性ハッとしねえや、こんだけ勝って意外性はねえな。いけ、おいしょー。なんかこんな点取るのなんか久々な気がすんな。よいしょ。さあ13点差ついてます。そんな中でも手を抜かない盗塁。もうメジャーリーグならボコボコだよ今の。メジャーリーグなら今のもうボコボコにされますわ。メジャーリーグならもうボコボコにされるね。多分おそらくもう野手が登板してるぐらいだろうけど今。おお、14点差。さあどんどん行くぜ、
手抜かねえぜ。おメジャーリーグならボコボコされてるぜ、これ。メジャーならボコボコですよ、こんなん。やっぱり今のメジャーならもう乱闘騒ぎだね。しょー、ホームラン行け。打ったら打ったれ。うえし、止まらんね。これなんか点とか取っとけないの、これ。次に繰り越しとかなんないのかな。次の試合5点スタートとかなんない、これ。今5点マイナスするから、それなんないかな。17点にしてさ、次の試合5点取ってる状態からスタートとかなんないかな。大量リードです。もう誰投げさせてもいいな、もう誰投げさせてもいいな。棚橋ピッチャーやるかい。ピッチャー棚橋全然あるよ。どうしようかな。じゃあ篠田でいっか。篠田が打たれるようなら棚橋の登板ありますから、全然。棚橋の登板全然ありますからね。どうだろう。さあどうだ。ダメだ、ダメだ、篠田は限界だ、ダメだ、篠田は限界だ。棚橋ショートを抜かすという。さあ完全に野手投げ、完全に野手投げ。さあショートがまともなら、ショートがまともなら今のは取れてた。さあ棚橋もう限界か。いやお前はまだいけるはずだ。低め中心、低め中心、低め中心、野手投げで低め中心。さあ取れ、 OK。 押さえてる押さえてる、篠田より押さえてるよ、篠田より押さえてる。棚橋まだまだいけるはずだ。緩急、緩急を、緩急をつけていけ、緩急を、緩急をつけろ、緩急を。よし、篠田がいけるか、緩急をつけろ。緩急をつけろ、もっと緩急、もっと緩急をつけていけ、もっと緩急、もっと緩急をつけろ。いい緩急をつけろ、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 いい緩急。どうした、どうした、なぜ緩急をつけない、なぜ緩急をつけないんだ。緩急をつけろ、緩急をつけるんだ、いい緩急をつけろ。ダメだ、111キロしか投げてない。なぜ緩急をつけない、棚橋。なぜお前ほどの男が緩急をつけないんだ、棚橋。お前ほどの男なら緩急をつけれるだろう、棚橋。つけろ、緩急をつけろ。いいぞ、緩急をつけていけ。よし、惜しかった。いやー、棚橋が抑えた。抑えたね、棚橋が。ちゃんと抑えてくれた。いやー、よかったよかった。棚橋がいてよかった。エースで4番。プルヒタになった。あら、プルヒタになっちゃった。広角打法だったのに。残念。広角打法とプルヒッターならね、完全に広角打法の方がいいから。まあまあまあ、仕方ないね。やってるついちゃったから。よし。さらに行くぜ。今日はちょっと1試合目で13分使っちゃったけど。大内、埼玉の大砲。あららら。大砲になっちゃった。さあ、4回戦です。先発、棚橋。まさか。まさか。ってなるだろうな。辻本、大内、石田。まあ、大内かな。棚橋、昨日の疲れは残っていない感じだな。おし、OK。じゃあ藤村行くか。あとは特にはいいか、変えずに OK だね。ちょっと柳沢、八木沢ちょっと下げてもいいんだけど、どうしようか。まあ向こうが巨人って可能性もあるからな。やっぱ巨人キラーついてるやつうち多いからな。やっぱり向こうが巨人だったら勝てるな今日。巨人かな。ああ、巨人っぽいのいねえな。国防をギリ巨人と捉えるか。字も違うし、国防はどっちかっていうとソフトバンクの可能思うけど、でも巨人にもいたし、4番打ったし。創価義塾。強いかな。弱気でいいんだけど。頑張りましょう。強いな。
手力を誇ります。投手力を誇るか。なるほど。じゃあ投手戦になってくるのか。じゃあちょっと向こうの投手見ていきますか。まあもちろんね、野手も強い。あー、フォーク7キレ丸、きついな。うわー、ちょっと強いな。さっきの試合ふざけてたけど、ちょっとこれはふざけられないな。さっきの試合は完全にふざけたけどね、この試合は真面目にいかないと。まあ、だから言ったんだよ、22点のうちさ5点ぐらいもこの試合につぎ込みたいって。まあ、フォークを見れるかどうかだね。フォークを見れるかどうか、それだけだと思います。3球種でフォーク持ちはちょっときついな。しかし3点取ったな。どうやって3点取った、どうやったの。ショートゴロで1点センターに1点、あ、藤村も1点。あ、なるほどね、いいね。あ、キャッチャーどんな感じだっけ。盗塁はいけるね。盗塁余裕余裕、よし。まあ正直な話、マジでちょっと1点取りたい。ここでもう1点取りたい。ちょっと大内だけど送ろう、大内だけど送ろう。よし、 OK で、おし1点。そう、こういう野球をちょっと今日はやっていかなきゃ。ちょっとただでさえね、ちょっとやっぱりピッチャー陣への不安っていうのが拭いされないから、1点を大事にしていきたい。おーい、三振、ジャイロボール、低め中心、もっと棚橋みたいに緩急つかなきゃダメだよ。あー、これは取れないだな。1点入るか、入るな。まあまあまあ、さっき1点取れるから3点リードをちょっと崩さないままいきたいね。3点リードを崩さずにいきたい。さあ、1番若林、こいつも強打者、打たせて取ろう。うん、いい、ゲッツーが望ましい。うわー、いいフライでもいい。とにかく塁に進ま、塁、次の塁を進まねさなきゃいい。よし、高速シンカーとシュートでね、食い込んでいきますから。よし、オッケー、オッケーオッケー。さあ、さらに行くぜ。そうね、まあ引っ張り、あ、ちょっと待って、ダイソー誰だ今、三原か。盗塁いけると思うよ、盗塁行こう。よし、オッケー。さあ、ツーアウトなんだけど、ここは送りたくないな。セーフティーバントでちょっと送れないかな。いけるんじゃないかい。いけた、いけた、オッケー、来たね。で、これを盗塁で多分決めれるはずだから。無理か、無理だったか。それは誤算だったな、それは大誤算。おーし、よしよしよし、オッケーオッケー。ただピッチャーやっぱ怖いなこれ。まあもう本当にね、5点差はあるけど、2点差ぐらいに思った方がいい、じゃないと勝てない。よし、どうにかね、抑えれてはいる、抑えれてはいるんだけど、ちょっとなんかあれだな、不安しかないな今。ピッチャーへの不安っていうのがちょっとあるからな、どうしても。いや、抑えてるね、でも意外と。毛塚、毛塚って名字の人さ、手塚に対して劣等感ってないの。ああ、手塚だったらかっこいいのにって思わないかな。毛に使てって、俺毛に手塚だったらよかったのにって、そう思う人もいないのかしらね。そういうことを日々思ってます。どうも、ティモンさんです、こんにちは。しゃあ、三振馬王。ああ、まあライトフライに収まらないかな。収まった、よし、よかった。いや、1点でいい、1点でいい、 OKOK、 1点ならいい、1点ならいい、全然いい全然いい。さあ、ここだよ、ここで要は点を取らせないと OK。 うわー、三原 OK、 メガネ狩りを3年間逃れ続けた男、狩るぞ狩るぞと言われながらメガネ狩りを3年間逃れ続けた男、
やはりメガネがあるからこその守備範囲。うん、あ、向こうも、向こうもいい守備。さあ点はなかなか取ってるけども、取られないっていうのも大事だね。内村も120球超えてきてね、どんなピッチングになってくるか不安ですね。うん、ライトフライ。いやー、まあまあまあ、全然ね、いい全然いいんだよ。ちょ、緩急重視していこう。全然いいんだよ。大丈夫かい、八木沢が。まさか八木沢が。おしおし、やっぱ進塁させないっていう、そういうピッチングができてるのはでかいね。もう一回緩急でいこう。棚橋みたいな緩急の使い方しよう。110キロぐらいの緩急を使っていこう。よし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 、強いチームに勝ってる。さあここでもう一点奪えれば楽しいよ。ここでもう一点、お祭り西野行け。フェスティバル西野、カーニバル西野。よし、ナイスカーニバル。まあ犠牲フライかな。よし、ありがとう。いやー、コールドで勝ったのはでかい。いや、ちょっとピッチングさせないっていうのがやっぱ一番ね、うちの勝ちパターンだから。オッケー、切れ丸。おーし、藤村切れ丸。いいね、いいですね、いい試合になってきましたね。おし、じゃあ今回これで終わるか。それでは次は、準決勝で決勝か。よし、じゃあ頑張っていきましょう。それではまた次回、さよなら。